どうもこんにちは、こんばんは。フォートナイトもマインクラフトも知ってるよって人はご紹介、どうもスルフィーです。ということで今回はなんですけど、フォートナイト中にマインクラフトで鉱石集めてみた、やったー。まあ、ということで、今からねタッピーさんとの撮影があるんですけど、そこでね生き残った時間が長い人が勝ちゲームっていう、もう超クソ企画をやります。でまあね、この企画ね、まあ長く生き残った方が勝ちなんで、タッピーさんはね、まあ、長く生き残ると思うんですよ。なんで僕がその間にねマインクラフトで、鉱石をね集めます。ではい、まあこんな感じでね、まあ準備はできてるんですけど、まあただね、まあ鉱石を集めてもまあつまんないわけですよ。なんでまあちょっとねタッピーさんにもちょっと普段頑張ってもらってるんで、タッピーさんがね、長く生き残ってる時間の間ね、まあ僕が鉱石を掘るんですけど、掘ったね鉱石と種類に応じてね、まあ、タッピーさんにお金をあげようと。でまあね、何を掘ったらいくらもらえるんだいっていうね話だと思うんですけど、まあ、まずね石炭は1個掘るたびに10円で、レッドストーンは1個50円、ラプスラズリも1個50円で、鉄は1個100円、銅も1個100円で、金は1個1000円、ダイヤモンドは1個1万円、まあエメラルドは1個2万円と。まあ、ただね、タッピーさんが生き残ってる時間しか僕は掘れないんで、僕はね、本気で探します。もちろん僕はちゃんと探します。でまあ僕ね、これマインクラフトって、まあ、モンスターもいるんですよ。まあ洞窟とかでね、まあ鉱石掘ってると、まあもしかするとね死んでしまうと。死んだら、タッピーさんに、プラス5万円です。死ぬこともできないよということで、まあ初期装備はね、まあこんな感じで、早速ねタッピーさんにお金をあげたいと思います。どうもこんにちは、こんばんは。生き残り大使さん、ご紹介どうもスルフィーとタッピーです。ということで今回はとにかく生き残れ、生き残った時間が長い人が勝ちゲーム、やったー。まあ同じタイミングでね街に入りますと。はい。でもうどっちが長く生き残れるのかと。あ、ん、いい企画やん。何そのネタ切れとかそういうわけじゃない。いうことで今回はね、タッピーさんと、まあ、どっちの方が長く生き残れるのかゲームねやっていきたいと思います。よし、オッケー。うぇ、まあ、マッチしたから教えて。わかった。ちょっと今ミュートなんですけど、タッピーさんがバス降りたらスタートにしようか。あー、来た。あ、マッチした。僕も来た。あ、同じ町じゃない。まあちょっとあのバス降りたタイミングちょっと教えてくんない。わかった、うん、バス降りたタイミングだけちょっと知りたいなって。はい、ちょっとどうしよう。一緒の街かな。ま、左上のちょコード教えて。最後の3桁が566。あ、566。あ、一緒。バス降りたら教えてね。せーの、はい、降りた。降りた。待って。オッケー。僕も降りて、僕降りてるからも。あ、そうなの。一緒じゃね、場所。え、マジ？ちょっと待って、やばい。あぶね。何やってんの？いや、何って何よ。まだ誰もさ降り立ってないのに何がやばいの？いや、やばい。え、何降り立ってないってどういうこと？え、誰もまだ降りれてないぐらいの時間なのに、なんでそんなやばい言うてる。ああ、いや、まあちょっとね、それとあるんすよ。動物がいっぱいいたんすよ。じゃあモブがいっぱいいたんだって。モブね、別に降りてないから関係なくないかい、それは。ああ、待って、やばい。ちょっと普通に集めてるけどこれやばいんだ。待って、これで、これでいくらや。でも言うて130円か。ああ、いや、何お金の話してんの？うまい棒を13本買った時の値段の話ね。いや、でも最近12円になったから生き残るんだよね。そう、本当に長く生き残った方がいいよ。これどうすんの？どうやって動画面白くすんの？なんか話してよ。じゃあトークテーマ、うん、トークテーマ。最近あったことで。最近あったことか、なんもないな。なんかあった最近？なんもなかったな。僕たちさ、絶対ラジオとかやっちゃダメだね。質問もらったらいけるかもしれないよ。まず質問するね。ラジオネーム田中雅史チャンネルさん、彼女ができません、どうすればいいですか？はい、さあタピさんどうしますか？そうですね、彼女はいらないと思いますね。ダメやん。彼女っていうのは、なんかもっとなんだ、ね、あの論理的に。あえ、いや、まあ生きてるんだけど。生きてるけどそんな声出る？あ、うん、うんって感じだね。あ、今ちょっとあのミュートなんですけど、皆さんね死んでしまいましたね。はい、枕番プラス5万円ということで、ちょっとねインベントリーをね、ほんとはちょっとインベントリーね保持状態にしとかないと、集めた鉱石ちょっと全部なくなっちゃうのちょっと忘れててですね、今ちょっとクリエイティブ使ってるんですけどね、ちょっとお許しください。これどこだ？どう、タッピーさん大丈夫？余裕、何も来てない。大丈夫かい？そっちも。まあちょっと今やっちゃったけど大丈夫かな。おい、この企画どうすんだよ。いやー、もうね、どうしよう。ちょっと皆さん一旦ね、あのリスタートしますこれね。さっきのあの集めたのちょっとなしにして、あのまあプラス5万円はもういい、もうしょうがない、それはしょうがないけど、ちょっと一旦ね、ちょっとここからリセットでちょっとやっていきますね。やばい、待って、おぶね。え、
死んだ。危ない危ない。いやいや危なかった危なかっただけ。まあ、まだ生きてるんでしょ。うん、狼乗って海らへんを走ってる。まあ、マジ、まあ、僕正直マジでさっさと死んで、死んでほしいんだよね。まあ、死のうか。いいよ。尺足んねえぞ。あ、別にいいよいいよいいよ。死んでくれた方が僕嬉しいかも。YouTube 忘れたなこの人。何やってんの？え、どこにいんの今？今？洞窟かな。洞窟？あ、待ってこれやばい、これやばくないか普通に。何してんだね。あ、なんかいっぱい鶏いるなって。やばいなそれ。やばいやばいやばい。あ、剣武士ある、開けよう。すげえノコギリ出てきた。いらな。いやーマジ僕はもう早く。ああ。いや生きて。はい。ああ、なんでそん、ああなんでそんなんの？あ、ああ。うるさいうるさい、何何何何。今生きてるんだけど。で生きてんのにそんな声出んの。僕は死んででも生き残るぞ。死んでるんだってそれ。はははははよし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 、早く死んで早く死んで、よしよしよし、回復します。うめーくっそこいつ、もうこれやばいって。もうチャリンチャリンだよマジ。チャリンチャリン、なん、何が話してんだこいつは。これ意外と痛いんだ、これ意外と痛い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 。何の話してんの。あ、今戦ってるやつ。そう、もう僕戦ってるよずっと。なるほど、あれか、見つけたぞ。もうさ、やばい死ぬ。よし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 、うん、あー待って、クリーパー、あー負けた、終わった。待って待って、あ、死んだ死んだ死んだ。はい、終了。でも一番長く生き残って、いや、ゼルフィーさんと俺いません。はまたなんかやってるわこの人も。ということでですね、画面共有見てください。サバイバルですか、平和に。ただですね、今回はタッピーさん、あなたはお金がもらえます。僕今ね頑張ってタッピーさんがシェアやってる間に鉱石を集めてました。うぜー、めっちゃ集めてる。なんかただですね、鉱石集めた数種類に応じてあなたにお金が入ります。あ、僕のために働いてくれてたんですか。まあそういうことですね。続いてはどう、これも100円。え、待って、え、待って、めっちゃあるよ。ちょっと待って、もう17個しかないと思ってた。14,500円。はい、勝ちました皆さん、今日この時勝ちました。で、プラスですね、死ぬたびに5万円タッピーさんに渡さなきゃいけないんですね。さあ、僕は死んだでしょうか、死んでないでしょうか、どっちなんだい。死んだでしょ。死んだー。ということで今回タッピーさんが獲得した金額137,250円です。いや、なんかもうそこまでいくともらえないよ、もう怖くて。さあ、タッピーさん、今回ねクソ比較やった回ありましたか。ありましたね。13万円何に使いますか。競馬に使いたいと思います。あなたまだ未成年ですよね。ってことで皆さんね、未成年の人はね、競馬とか賭け事、ギャンブルはやっちゃいけませんよという動画でした。それでは皆さん、また次回の動画で会いましょう。僕は破産して生きていけません。バイバイ。